こんちは、翔太です。はい、前回族長を探してうろちょろしてたんですけど見つからなくて、あとは大聖堂ってところにいるってことなんで、お手紙が届いていますよ。そこに行こうと思います。それではまた。で、ご協力お願いします。ないかお気をつけて。よっしゃ、行くか。なんや。あ、またあれか。そうやんね。そんなこと言われたら行くしかないやん。だってルーラーとかやろ。あれ、どこのこと言ってる？わあ、炎の竜。ほう、あれ、ここじゃなかったっけ？あれ、もしかして、いや違うな。あれ、わからんな。え、ちょっと待って、どこ、うん、おお、せやな。はあれ、ここをやったような気するんやけどな、この辺。まあええわ、もう先進むわ。ちょっとフローラとビアンカも仲間になったら、コロコロメンバー変えてこうかな。ヤンガスとか使ったこともないもんな。おお、族長おるやん。あれ、ここには魔物はいないみたいね。あなたたち何を怯えているんだ。あ、族長じゃないんか。絶対ヤバいやつおるやろ後ろに。怖がらなくていいのよ。見ての通り、私たちは魔物じゃないわ。きっとひどい目に遭われたのでしょう。さあ、はぐれていた娘さんをお連れしましたよ。待て、読めたぞ、後ろだ。あー、懐かしい。動く石像やっけ。皆さん、族長とフィアンセ。あー、そういうことか。気配を消して背後から襲いかかる。フィアンセかよ。なかなか理にかなった作戦だ。感心してる場合じゃないでしょう。これちょっと今回いろんな技を覚えてきたけど、ディン、はいはいはい、行けるぞ。どう、いや、わからん。あ、大魔人か。おら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 、興味なくしてるし。あれ、あ、ファッスルダンス、めっちゃ使うんやな。へえ、くらえ。やばい。これ多分この間は逃げろってことやろうな。ありがとう。ああ、やっぱそういうことか。わかったわかった、戦い方がわかった。
了解だ。あれ、俺、魔物、いや、逆に魔物を仲間にしてよ。ああ、族長たちが、おお、いいね。群れってほど群れおらんかったけどな。ああ、あっちか。おい、なんかハッスルしてる。おお、いいね。え、マジか、一回クリアがった。怒るな、怒るな。ちょっと休ませてくれ。では落ち着いて深呼吸しましょう。せーの、スーパー、行くぜ。よっしゃ、行くぜ。おら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 、ゴリ押しや。クライジゴスパーク、ジゴスパーク、待て待て、どこ行くんや。てかこっち倒すか。ああ、メタルハンターおる。あ、なんか動き早なってる気すんな。ここで決めるわ。あ、ちょうどいいところでギガースラッシュ来たな。ギガースラッよっしゃよっしゃ、仲間ない仲間、よっしゃ来た。族長うろちょろすんなし。魔物さん、この追いかけっこもそろそろ終わりにさせてもらいますわ。族長さんたち待っちゃったよ、頑張って。やばいやばいやばい。お、何体かおる。ああ、いいね、キラーパンサー。離断しちゃったわ。いいわよ、マジかよ。いいな。
ああ、レベルアップか、なんか回復したかと思ったら、やったよしよしよし、来た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 。キラーパンサー真ん中に置いとこう。もう頼むわ。あ、踊る宝石や。モンスターメダル。ちょっと休ませてくれ。では落ち着いて深呼吸しましょう。せーの、スーはー、スーはー。意味ある？あー、なかったか。いいわよ。もう、うどんでもするでない。誰だよ。そういえばメタルファンタはどこ行ったんや。お前もここに追ってくれ。あ、骨がいっぱいある。ちょっと骨はここでちょっと頑張っといてもらおう。え、あー、おい、うろちょろするな。あ、フローラがこの泡出してたん知らんかったわ。あ、おい、おおおお、マジか。あ、終わり？まあこんなもんか。あ、ドアドキアをクリアしたか。よしっと、これで本当に魔物はいなくなったわね。うん、さあ早くあなたの大切な人のところへ。ありがとう皆さん、本当にありがとう。ディルク様、王自ら兵を引き、我が娘を、そしてこの町をお救いください。他の町の王さんに比べたらディルク、ディルクめちゃ強いな。王として当然のことをしたまでじゃ。本来ならもっと早くに駆けつけたかったのだが、他の町も大変なありさまでな。やはり魔物たちの異変は世界中に広がっておるのですな。これは由々しき事態じゃ。族長殿、わしは世界を束ねる者として異変の原因を探り、魔物たちを元に戻したいと思っておる。どんなことでも構わぬ。何か手がかりになりそうなことを知っておらぬか。一つだけ心当たりが。我ら一族に代々伝わる太古の神話、お、ドラゴンや、封じられし闇竜についての伝承です。この世の最も深く暗き場所に眠りし闇の竜、その強き闇の力はあらゆる光を覆い隠し、あらゆる闇を増幅させる。その眠りを決して妨げてはならない。
闇竜の目覚めは破滅の始まり。なんでフローラが。世界の調和は崩れ去り、永遠の闇に閉ざされる。フローラさん、あなた知ってるの？昔絵本で読んだ異世界の物語に同じことが書かれていたんですの。印象的だったものですから、私覚えていて。不思議なこともあるもんですな。我ら一族に伝わる伝承もこのお嬢さんがそらんじたものと全く同じです。なるほど。次元島の噴煙や魔物たちの異変に闇竜が関係しているかもしれないということか。つまり起こしちゃいけない闇竜が目覚めようとしているかもしれないってこと。おい、古い言い伝えゆえどこまで正しいものかは分かりませんが。闇竜の言い伝えは知っておったが、確かに世界の異変と何か関係があるのかもしれんの。だとしたら手遅れになる前に手を打たねば。あの、国王様。ん？私たちも皆さんとご一緒させていただけませんか。詳しいことはまだよくわからないけど、この世界で大変なことが起きてるんでしょ。てかどっちかっていうと女性キャラばっかやな。あなたたちには一刻も早く元の世界に帰らなきゃいけない事情があったんじゃ。でもこの世界の事情を知ってしまった以上、私たちだけ知らんぷりなんてできませんわ。なんと清らかな心根の娘さんたちなんじゃ。心から歓迎するぞ。いざ共に進もうではないか。ありがとう。それじゃあ皆さん、改めてこれからもよろしくね。やったぜ。これでムービー終わりかな。ああ、まだだ。ねえ。はい。というか一緒に行動せな戻れへんやろ多分。そうね。え、これどっちが主人公と結婚する世界線なんやろ。やったぜ。弓か。はいはいはい。サンダーボルト。デュエリストとしてはちょっと興味深いな。へぇ。MP 回復めっちゃいいやん。よし。じゃあちょっと今回はこのぐらいで終わって、次回また、サブクエやろうかな。次回ちょっとサブクエ進めていこうと思います。